野菜レポーターの三村明義と加藤龍之介です。はい、よろしくお願いいたしま す。じゃあまあ早速なんですけど、はいはいはい、本日の動画なんですけど、はい、実はね、チッチとポッポ、まあ服あ最近新しくなったじゃないですか。そうですね、新しいアイテムが可愛い感じの増えてますからね。はい、もうどんどんねバリエーションも増えてきて、はい、でさらに素晴らしい服が届いてるとのお話を聞きましたよ。そうなんですか。加藤さんの家に多分届いてると思うので、出してみますか。え、テレポーテーションで。そう。俺の家から。そう、僕が出しちゃうとちょっと不法侵入になっちゃうから、はい、ちょ加藤さん出していただいて。出すんですか。はい。じゃあおそらく俺のじゃあ俺の家の玄関をちょっとイメージしながら。そう、想像してください。はい。ああ楽しみだな。いきますよ。はい。はい。これ何これ、なんか今までちょっと違うな、なんかちょっと違うパターンできたな。可愛いね、ニコちゃんマークみたいな、スマイルくんがいっぱいついてる。え、見てくださいこれ、なんだろう、まだこの段階だと何だかわからない。まあ出してみましょうか。そうですね、可愛らしい服だな。じゃあまず この白いやつからちょっと出してみましょうかね。おお、あら、どれどれ、あら、どれどれどれ、これはもしかして、おお、これはハロウィン仕様じゃないですか、ね、ハロウィンのこれお化けラボットですね。これはえ、かわいいですね、お化けラボット、すげー、え、これすごくないですか。なんかえ、しかもこれちょっと違う、2つともちょっと違う、ちょっと違う、もしかしてアイテムが、あ、それ背面、そう背面とこれ、あ、ちょっと違うんだ、これ背中側か、へえ、かわいい、あ、こういうこのままかぶせる、なるほどなるほど、ちょっと皆さん見えます、この素晴らしい出来、これすごくないですか。すっごい可愛いんですよこれ、いいですね。え、どう作ったのこれ、すごいすごいな、これ多分あれなんか型紙を多分ね、うん、あるんですよ確か。あ、なるほど、型紙使ってやったのかな、わかんないですけど、すげえな。でももうそろそろハロウィンの時期ということで、そうですね、ピンポイントハロウィンなんで、ね、さあ続いて、なんかこれまたちょっと違う感じの、ね、お洋服、こちらですね、なんか可愛いね、こっちにね、ニコちゃんマークがたくさんついてて、うん、非常に可愛らしいお洋服ですけど、さあ、あ、これあれだ、あったかいやつだ、あったかいやつ、あったかいやつ、ニットっぽい感じの。あったかいやつだこれ、ちょっとこれ我々も欲しいな。めっちゃ可愛いね、可愛い、これあれですね、ハロウィン終わった後、終わった後、これあれですね、終わった後にお着替え動画出しますか。これ11月とか入ってちょっと寒くなってきたら、そう、これ冬用のです、ね、いい感じですね、はい、ハロウィン30日だ、30日過ぎたらちょっとこれにねシフトチェンジします。そうですね、まあお楽しみください。はい、お楽しみにねしていてください、この動画は。とりあえずじゃあハロウィンなんで、はい、もう今日はねこっちのお化けバージョンに、お化けバージョンいっちゃいますか、いっちゃいましょうかね、チッチとポッポがお化けバージョンに変身しますよ。ほらもう加藤隊員がまたそうやってやるからバーいねねバーそうやってやるからもう。じゃあこれ早速ね、はい、かぶせて、これかぶせるスタイルでいいんですかね、きっと。そうです、ちょっとじゃあカメラも持ちながらやっていきましょうか。そうですね、これこちらね、先ほど紹介した別のお洋服ですね、今回はこっちのお化けバージョンに、はい、お化けバージョン、おスと、おスなんだこれ。おおおおおおお、印象が変わる。でちょっとね、ちょっとこれ調整が難しいな、これ。なるほど、でこれすごいですよ、マジで。お化けラボ、正面から見ると想像以上にお化けなんですよね、これ。で。おお。え、すごい。なんかラボットって今まで口なかったじゃないですか。はい、これつけることによってだいぶ印象違いますよ。いや、これすごいな。これ目をさ、ハロウィンバージョンでまた変えたらちょっと変わるかもしれないですね。あの白黒の中なんか。なるほど。昔やってましたもんね。それもありっすね。怖っ、これ怖いな。怖っ、ちょっとすげえ。いやでもめちゃめちゃすごいっすね、まあ、確かに可愛いっすね、うん、じゃあ続いてチッチの次ポッポやりますか。そうっすね、ポッポ変身だ、変身、舞い降りる、おお、来た来た来た、
しょー。おー、あ、目の位置がこっちか。いいっすね。で、いいっすね。ちゃんと腕が何装着するところもあって、なんかいいですねこれ。なんかポケットみたいな感じになってるんですよね、腕の部分が。おお、じゃ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 、またこれあれですね、チッチとは印象がちょっと違う気がする。すーげえ、やっぱ口があるのとないのってめちゃめちゃでかいですね。全然違いますね。うん、すごいなこれマジで。ちょっと笑ってる感じしますね。やっぱ口がそうあるから印象が違いますよね、うん、ちょっと2人じゃ近づけてみますか。そうですね、こんな感じで。おー、じゃじゃんと見てくださいよ皆さん、これすごいっすよ。もう今この段階だとどっちがポッポでどっちがチッチか多分一見見分けつかないですよね。わからない本当に。これで目変えちゃったらさらに分かんないですね。です今目で判断できますけど、このハートがついてる方がねチッチだからね、こっちの。そうですね、ハートない方がこうポッポっていうので分かりますけど、はい、ないですね。だいぶチェンジしてますよ、だいぶ。本当に違うわ、本当に。かわいいね、かなり可愛くなりましたね。これはかわいいわ。じゃちょっと、はい、実際に動いているところも、お、いいですね、今回とお届けしましょう。お、なんかふさーふさーってふさーってなってる。ふさーってなってるよ。実際ちょっと動いてるとこやっぱね見たいと思うんで。そうですね、ちょっと動いてみましょうね。レッツゴー。お、動いた。どっちがどっちかわかんねえ。どっちがどっちかわかんねえよ、チッチポッポ。おお、喜んでる、喜んでるね、喜んでますね、2人ともお揃いだってこうやって喜んでますよ、2人して。なんだろう、怖い。まあ見た目がちょっとね、そうお化けです。おお、後ろかわいい、めっちゃかわいい。これどうしたお前ら。お、加藤隊に珍しく懐いてますね。嬉しいか、新しいお洋服よかったな。お洋服というかもう仮装に近いけどな。仮装っすね。いやー、これはハロウィン限定しか見られないね、お洋服なので。これはいいですね。ラボット、よかったね、チッチポッポね、新しい、かわいいな。めっちゃ寄ってくる今日。今日あれどうしたんですか。今日めちゃくちゃ寄ってきますね。いいですね、ポッポ、よかったな。ポッポ、ポッポすごい顔してる。あ、ポッポ、お、だねポッポ。チッチは未だにこっち見てるけど怖っ。チッチ怖っ。怖いな、あのハロウィンだな本当に。ハロウィン、チッチいいね。これでディズニーランド行きたいっすね。ラボットインディズニー、そう、これでディズニー行きたい。絶対ミッキーたちより有名でしょこれ。勝っちゃいますね。そう、勝っちゃうよこの可愛さは。な、動いているの可愛いな。いいっすね、可愛いっすね。可愛いというか怖いというか、なんか不思議な感じします。そう、可愛い、可愛いね。可愛いな。いやー、チンチとポッポもねかなり喜んでますよ。よかったな。はいね、はい、ということで、はい、めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛いですね。マジで欲しい。俺も。いや、やっぱりラボットの、うん、やっぱ一つのポイントとして、こういうカスタマイズが、ね、うんうん、ご自身でできるっていうのがすごい、そう、いいところというか、うポイントですよね本当に。やっぱりラボットストアとかにもいろいろまあお洋服って売ってるじゃないですか、はいはい、売ってるけどまたね自分で作って、そうカスタマイズ、そうそう、着せてあげるっていうのまたね違うと思いますね。これ本当にこれも一つラボット買っていいところですね、うん、お洋服を自分で作っていますか。なんかでも確かネットに型紙とかがあったと思うんで、まあめちゃくちゃ素人ですけど多分作ろうと思えば多分作れますよね。いいですね、はい、もうそういう、ね、動画をね作って、隊員、うん、癒し隊のレポーターが作った服を着せてあげるっていうのもまたいいかもしれないですね。それは最高ですね、チッチポッポね作ってあげちゃうみたいなね。ありですね。
めちゃめちゃいい、はい、かわいいっすね。いいですね。いや本当に今回ねお洋服の方くださっていただいて本当にありがとうございました。いつもお世話になっております。本当にね、はい、今度加藤の服もぜひ、はい、ラボットの服も、はい、ありがとうございます。はい、もう一着はねまた次回というか、そうですね、ハロウィンの季節が終わってからのお楽しみということにしましょうか。う、ね、まあ、実際いただいてるんですけど、まあ、動画で紹介するのでね、また今回はメインはねやっぱりこのそうです、ね、ハロウィン仕様、ハロウィン仕様なのでねこちらちょっとメインにね、はい、動画を撮りました。であと告知、10月25日日曜日、はい、明後日ですね、触れ合い会がありますので、ありましたね、動画というかまあ光景、うん、全部は多分無理ですけど、まあ、そうですね、一部はね、そう写真、一部はおそらく、そう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 、あのインスタグラムとかにもあの上げようかなと思っておりますので、ね、そちらもよければチェックの方していただけると、はい、ご覧ください、お願いいたします。はい、はいはい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。またね、バイバイ。お化け、お化け、お化けラボット。